はい、えー、どうもお疲れ様です。そっか塾の久保です。今回ね、私の作った動画にどんな反応があったのかってことを少しだけ紹介したいと思います。えー、本日アップしたばかりの動画なんですけども、何本かある中で、個性の5回っていう動画についてね、12回しか再生されてないんですけども、す、え、で、ー、に2件のメッセージが本日動画をアップロードした4月18日の 8時30分、朝の時点で2件来てるんですね。で、一つがこちらです。えっ、ー、と、メールでいただきました。ちょっとプライバシーに配慮はしておりますけども、8時22分、つい30分ほど前のやつですね。えー、ちょっとね、用事がありましてすぐにこの動画作れなかったんで、時間経っちゃったんですけども、メールが来た瞬間私読んでおります。えー、個性の誤解、影響保存します。これは多分ね、永久保存。<laughs> って書こうとしたんですよね。まあ、あの、タクちゃんのおっちょこちょいなところが出ています。塾長くですと、めちゃくちゃお久しぶりのメールをいただきました。3年ぶりに塾長の動画を見ました。感激で涙が出ました。ね。3年ぶりに動画を見たってね、タイトルにちょっと惹かれたんでしょうね。くちゃんが悩んでることのポイントを捉えたタイトルだったのかなと思います。 まさに今悩んでいたことそのものです。また改めてよろしくお願いします。これは私のための動画ですっていうふうに、別にタクちゃんに向けて作った動画ではないんですけども、タクちゃんはね、ああ、自分のために作ってくれたんだな、むちゃくちゃタイミングいいなっていうふうに捉えてくれたってことですよね。それがこの12回の再生数のうちの1人の人の考え方ですね。で、この人にとっては再生数が10万あろうが100万あろうが、 自分のための動画だっていう風に捉えられたってことだと思います。そしてもう一件、これ、ある SNS からのメッセージで、ちょっとプライバシーに配慮してるんですけども、ミクちゃんですね。ミクちゃんも、5年ぶりぐらいだと思いますよ。私の記憶通りなら。コロナ禍の前ですからね、ミクちゃんと最後に会ったのは。えー、個性の誤解についての動画を見て、頭をガーンとやられた気持ちがしました。まさに私のために作られた動画だと感じました。ありがとうございますと。ミクちゃん、あれから何があったんですか 別にミキちゃんのために作った動画ではないんですけども、捉える方が、ああ、自分のための動画だなっていうふうに感じてくれたんですね。こちらとこちら、直接関わったことのないそれぞれの人で、私もたまにね、この人たちのことは取り上げたことがあるんですけども、もうそれぞれ3年以上前の人なんで、多分誰も覚えてないと思います。でも、私はこの2人のことを覚えてますよ。で、えー、こうやってメッセージをくれるってことは、あの、 稼げてないんでしょうね。稼げてないから、私のもとを未だに離れられない、そんな可愛い弟子かなと思います。これからもね、どんなことがあっても、たまに休むことがあっても、離れる時があっても、また稼ごうという気持ちがムクムクと湧いたなら、私のところに来ていただければと思いますけどね。はい。それではね、今日は12回しか再生されてない動画でも、こういうふうなね、お二人の方が思いを込めて、 強い衝撃を受けて私の方に直接連絡をしてくださった。まあ、そんな例を紹介してみました。